あのできるだけ会話を止めない静かにならないそれをね、はい、今日はやっていきたいと思います。でですねはって何何がはなのラジオじゃさ本来のラジオだったらこんなさメッセージのやり取りメッセージっていうかまあリアルタイムに感想のねそれができないじゃない、まあ、それが今これできるってことで。 みんなにはたくさんコメントしてもらおうと思います。何シーンって何？なんかやった私。何なんか思わないこと言った？はいシーンとかハって言った人はもう責任持って何がどういうつもりか教えてください。そうじゃないと私は分かりません。何せめててっぺんまでって何言ってんの テーマがあるといいねあそう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 だからさこの写真にしたんだけどんあのー、かわいいありがとうテーマですはいなんとなく、まあ、まあなんとなくとはいえまあ選んだ写真ですけどこの写真は何年前の 何の時の時写真でしょうか私推しの人ならわかりますよねこれは何でしょうわかる人いるじゃあ音楽を流そうアカペラとかそれがさこの曲の歌が今ちょっと思い出せなくてえ待ってあのー、一つだけ言うと「 チーム B、くしろチーム B2 の時の曲です。普通の水じゃないんだけど、普通の水じゃない曲のが、待って、全然ね、思い浮かばないの。どうしてだと思うなんていう曲だったっけなゃゃ、曲名はわかるの。曲名はわかるんだけど、 何のね、歌かね、ちょっと、アカペラで歌えないレベル。6個の水ってないねえ、え、あ、結構わからない感じですか皆様。昔すぎるこれ。めっちゃこの写真漏れてると思ったんだけどな。いや、漏れてるんだよな。可愛いいんだよな、これ。え、一人ぐらいさ。 部屋でストレッチしてたやつサラちゃんとそう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 だよよく知ってるじゃないどうよみんなうん正解者おりましたわなおっち職務質問はい大正解おめでとうございますおめでとうございますあちなみにあのあれなんだっけ えっと何,年何年前何年のやつでしょうか職務質問は何年のやつでしょうかいなっちこんばんははいこんばんは本日もラジオでお届けしておりますであの今日のこの配信の目標はですねあの実際のラジオのように配信するだから会話を止めない一人ラジオというわけでねまあいつか そんな日が来るよはい。さえピーノじゃないです。それはあれですね。レッド・イット・スノーです。職務質問は2016年はまだ釧路チーム B2 はありません。5年前はちょっとむすぎるかな。多分昔すぎるね。惜しい。 当たったリスナーにはサイン付き T シャツとかあったらいいんですけどね、予算の方がちょっとありませんので、申し訳ございません。おチャミチャミ正解 !2018 年でした。はーい。2018年でおみんな分かった <laughs> 超可愛くないその私。じゃあ、あと10分ぐらいあるから、次の問題出しますね。 どれがかなあっあこれかわいいなえでもちょっとこれはちょっとえちょっとはずいからこれはやめよう <laughs> ちなみに今何を出そうとしたかっていうと2016年に発売されたゆり劇場の、うん、カレンダー持ってる人います それのね、写真を今載せようかなと思ったんだけど、ちょっと、ちょっと顔が幼くて、ちょっと可愛すぎるからやめた。じゃあ、次は。うーん。そうだね。どれがいいかね。うん。と。 あじゃあこれにしよういやでもちょっとこれも顔があれやな <laughs> 最低やほんま <laughs> <laughs> 待って待って待っていい写真が出てこへんはどうしようあお気に入りのフォルダから出そうかなーうーん じゃあ,あ、そうね。あらかじめもっと決めておくべきだったな。決めなさすぎたわ。うん。いや、昔になればなるほどさ、ちょっと顔がさ、なんか、なんか、ちょっとあんま見てほしくない <laughs>。<laughs> <laughs> あ。どうしよっかな。 うーんと。じゃあ、これにしよう。これ。はい。何でしょうか。今持ってる服にサインして、え、絶対嫌。<laughs> 絶対嫌<や>。<laughs> えーっと、この番組はオールナイトリナッチですかああ、いいですね。オールナイトリナッチやったら、やりたいね。誰がなく。 過去最低視聴率になりそう <laughs> <laughs> うーんとうんーとねアイドル枠でえみち神枝田恵美香ちゃんがルーム解説しとるだってうーんえみちも始めたんかじゃあこの配信が終わった後に皆さんは行ってみてください んーと、お、はい、ニック、ザッチ、チャミちゃん。はい、正解。そうです。チーム M の曲。なんだっけ。僕たちの五尺玉みたいな。なんかそんな歌やったと思う。<laughs> かわいいね、これ。これも2016年なので。 2016年は何年前だん6年前え怖っ余裕だってあ僕たち明日最後の五尺玉か僕たちのあ僕たちのこの恋はなんだっけ僕たちのこの恋はなえ歌詞忘れたごめん <laughs> <laughs> 最後の五玉僕たちのこの恋は打ち上げられた五尺玉それだおめでとうみんななんで2016年の方が覚えてんのさみんな一番好きな曲ですおそうですかそうですかさようでございますかありがとうございます じゃ,あじゃあ次が最後になりますね。どれにしようかなー。えー、っと、いい歌やわかる。私も好きよ。結構好き。なんかチーム M の曲楽しかったよね。なんか私的にはチーム N の。 かっこいい系の曲もやりたかったけどまあ M は M で M らしさの明るい曲があってそれやらせてもらってよかったかなって思いますえっとね今画像を探し中ですうーんちょっと前をね遡ってるのでこれはショートカットの時期 は2020年です、ね、うん、えっときっとみんなが好きであろう曲をうんあれきついとこあまだやもうちょっとえー、っとお来た来たうんなんか私はね余計な写真がいっぱいあるからね ちょっと写真を探すのが大変なんですね。うーん。いい写真が出てこない。きっと今みんな待ってくれてるんだろうな。あこれがいいかも。あちょっと、ちょっと、あの、あんまり顔が写ってないの。<laughs> あ衣装が写ってないの。はい。あれあれ 画像変わんないんだけど、嘘、どうしようどうなってます止まったどうだあ、来た真っ黒、おすいませんただいま なんかさもう写真フォルダーがね限界を迎えててねそれで今ね止まってそのまま落ちてしまいましたはいすいませんすいませんでした。でででででこの曲は「春が来るまで」という曲です。 さて、いつの春が来るまででしょうか。お答えください。どうぞ。ちちちちちち。みんな今、きっと文字打ってるだろうから、ちょっと待つわ。待ってます。ドキドキ、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 ドキ。ドキ君の合愛が突きゅん、ドキゅん、走り出し、ふふ。 あー惜しいですねうーんでは締め切りですねはいやってきましたおもろそうえなまままままま,まえなになにかわいいマイメロかと思ったらうさぎだったまた顔出しした時にしてくださーいあライライですかあありがとうございます あでは正解はいますねはい9周年の春が来るまで最後うん正解春が来るまで10周年あ十10周年じゃないね惜しいね9周年ですはい9周年のや私は9周年までです10周年は出演しておりませんザッチニック正解です そうトロッコに乗ってたやつそうなんですよあのもう一度言いますけど私はね10周年はもう出てないんです9周年が最後です見てくれた人きっといっぱいいるでしょう大阪城ホールでやらせてもろてそう有利と最後にできてねうれしかったですねこの時のエピソードを話そうとするとまあ なんかトロッコに乗った後バックステージからその本ステを見た時にあのモニターがあったんだけどそこになんか昔の映像が流れてたらしくて私そんなことよりもこの景色を見たくてペンライトの海をひたすら見てたんですよだからその映像めちゃくちゃ見たかったのに。 知らなくてで終わったらなんかユウリがなんかすごい泣い,泣いちゃったみたいなえーそんな涙流してみたかったと思って, <laughs> って思いましたそんなエピソードがありました、はい、なんか珍しくこのコメント やり取りできて嬉しかったそろそろねまあラジオ配信なんでそろそろ終わろうと思いますはいこのワンピースはおにゅうおにゅううん,うんと昔から使ってたやつかなたぶんバックステージでマイクが当たってガコってなったやつはいそれの犯人私ですあれさ映像でも残っちゃったらほんと申し訳ないガカンって あーやらかしたーって思いましたはいごめんなさいマイク当ててへこんでないことを願いますでは最後に順位を読みたいと思います13位アポカリプスさん12位コーナーさん11位おっくん10位直っちさん9位マスオさん 8位、光くん。7位、ザッチくん。6位、博多の山さん。5位、手巻きずしおさん。4位、くにあん。3位、まさやなのかもしれない。3位、マ位、キーさん。2位,2位が、山ちゃんでした。あ一1位に、ライライが来ましたね。はい。ありがとうございました。ありがとう、みんな。2日連続ラジオだったけど、お付き合いいただきありがとうございます。ほんじゃ。 また会いましょうおやすみなさい素敵な土曜日と日曜日をバイバーイ